おかげさまでこの月見の雪祭りも今年で56回目を迎えることとなりました。ご承知の通り、北海道の冬というのはですね、とにかく雪が多く切っても切れない関係にあります。その雪に親しみ、こうして毎年楽しいお祭りが開けるということは、我々月見野の人々が自然と共生しているということの証でもあります。北方理事。うん。例の網走刑務所の脱獄囚が会場の近辺に現れたという情報が入りました。警備は万全ですが、万が一ということもあります。身の回りには十分お気をつけください。おや、どうかなさったんですか？いや、何、どうやら待ちわびていた相手が来たみたいでな。これでやっとあいつとの約束が果たせそうだ。は？だがこの状況、どうやって突破する気だ？いいんだいいんだ、気にしないでくれ。さあ、オープニングの航空ショーが始まりますよ。どうですか、見事なもんでしょう。今年は結構金を使ったんですよ。あれ？なるほどな、こういう手もあったのか。北方組の北方組長に間違いないな。ああ、そうだ、おめえさんは冴島大河だな。そうや。こうして会えて嬉しいぜ。ずっとあんたのことを待ってたんだ。待っとったやと？どういうことや？おめえさん、あの真島が死んだっつう話を聞いて、はるばる網走からやってきたんだろう。真島を殺した犯人である俺に会うために。そうだろ？実はそのことなんだが、俺もおめえに伝えなきゃならねえことがあるんだよ。一体何や？あの真島五郎が最後に言い残したことは気にならねえか？邪魔が入らねえ場所を用意してやる。そこで話そう。兄貴、罠かもしれませんよ。安心しな、俺の部下たちも知らない場所だ。もちろん警察も知らん。さっきも言ったが、俺もお前さんに用事があるんだ。さあ、邪魔が入らねえうちに行こう。兄貴。分かった、案内してくれ。